行3人殺されても主家に舞い戻り忠義を尽くした和田秋為。皆さんこんにちは。今回は和田秋為について紹介していこうと思います。佐竹氏3代にわたって仕えた和田秋為は息子3人を主に殺されるという悲劇に直面しました。それでも彼は出奔の後に主家に舞い戻り、その後も忠義を尽くし続けたという武将です。なぜ彼はそこまで主家に忠誠を捧げたのでしょうか。波乱の人生をご紹介しましょう。石井氏から和田氏へ養子入りする。天文元年1532年、和田秋為は日立の佐竹氏家臣石井為忠の息子として生まれました。後に主君となる佐竹義明は一つ年上です。石井氏については笠間氏の流れを組むとも言われています。佐竹家臣の中には源氏にルーツを持つ石井氏と平家にルーツのある石井氏がいたようです。時期は不明ですが、秋為は石井氏を継がず和田為秀に養子入りしました。この和田氏は桓武平氏の流れを組み三浦氏の初流です。主君佐竹義明は天文14年1545年に家督を継ぎ、日立統一を目標として積極的に勢力を拡大していきました。やがて秋為は彼に仕えるようになり、日立統一戦に貢献していくこととなります。佐竹義明のもと外交の場で手腕を発揮する。佐竹義明の動きは非常に精力的でした。隣国下野の宇都宮市の内紛に介入し、娘を嫁がせて姻戚関係を結びます。その一方で北からの脅威である岩木重隆の侵攻を退け、これもまた姻戚関係を構築しました。そして結城春友や結城春綱に勝利し、着実に半島を広げていったのです。また上杉謙信と同盟したほか、織田宇治春と戦って本拠地の織田城を奪いました。任した相手との姻戚関係を築くには外交に長けた人物の出番です。秋為はこうした舞台で活躍していたようで、おそらく参謀的な役割を担っていたのでしょう。ただ彼は頭脳ばかりの人物ではなかったようで、戦においては譜代の家臣たちの指南役も務めていたそうですよ。しかし永禄8年1565年、主君義明は日立統一を目前にして急死してしまいます。まだ35歳でした。秋為は主の意思を受け継ぎ、その息子義重に引き続き尽くしていくことになるのです。足なしからの和睦の使者を追い返すが残言されてしまう。佐竹義明の死により、各地では反佐竹の動きが活発化していきました。その中には御北条氏との対立もあり、秋為は若い主君義重を懸命に支え、再び日立統一への道筋をつけ始めたところでしたが、ここで彼の運命を一変させる出来事が起こります。ある日、秋為のもとに佐竹氏と対立していた足なしから使者がやってきました。和睦が目的だったようですが、足な方が提示した条件は佐竹氏にとって決して良いとは言えないものだったらしく、秋為は主君に報告することなくその場で拒否します。独断で裁量できる権限を持っていたのかもしれませんが、これが彼の足元を救うことになりました。どこでこの話を聞きつけたのか、同じく義重の側近である車綱忠が、秋為が敵に内通していると義重に訴え出たのです。息子3人を誅殺され出奔する。車氏はもともと岩木氏に従っていましたが、佐竹氏に下り、綱忠は人質として佐竹氏にやってきた身でした。その後家臣となり、地望を武器に取り立てられてきたのですが、もしかすると先代からずっと重用されている秋為をライバル視していたのかもしれません。義重も義重で綱忠からの訴えを聞くなり、秋為を呼び出しもせず、秋為を撃てと兵を差し向け、彼の屋敷を襲わせてしまいました。
秋為は間一髪で死角から逃れることができました。しかし彼の3人の息子たちや一族20人余りは皆殺しにされてしまったのです。打ちひしがれた秋為は佐竹氏から出奔するしかありませんでした。そして彼は敵方である足無しを頼ろうと落ち延びていったのです。足無し、そして白川祐樹氏を頼る。秋為が訪れたのは足無し重臣佐世源兵衛でした。しかし源兵衛は困惑します。秋為は地方の師ではありますが佐竹氏の重臣です。無下に扱うわけにはいきませんから、彼を主君に推薦すれば足無重臣と並ぶかそれ以上の地位に立つことになります。しかしそうなれば本来の足無重臣たちが納得するはずもありません。源兵衛の当惑を感じ取ったのか、秋為はすぐにそこを去りました。そして彼が次に居場所を求めたのは白川祐樹氏。ここは幼い当主結城義昭を一族の重臣小峰義親が後見している状況でした。小峰義親に従い九州佐竹氏と対決するが、小峰義親は秋為の境遇に同情したようで、秋為は里白石城を与えられました。やがて義親は主君義昭を追放して自らが当主の座につき主家を乗っ取ります。ただ白川祐樹氏を取り巻く状況も不安定でした。後ろ盾と頼んだ足無しは二階堂氏や田村氏との争いの真っ只中にあり、義親を助けている場合ではありません。義親はクーデターを起こして主家を乗っ取ったわけですから、家臣団が動揺していないはずもなく、この状況は周辺勢力にとっては付け入る隙がありまくりでした。そんなところを見逃さなかったのが秋為の旧主佐竹義重です。彼はすぐさま兵を送り込み、白川祐樹領へと進攻を開始しました。秋為は義重と共に先陣となり、佐竹勢へと猛然と突撃します。子供を殺された恨みでしょうか。しかし秋為が突撃したことで義親は敵中に孤立し始めます。秋為はそれに気がつかないのか、さらに突撃し佐竹勢の懐深くへと入っていってしまいました。そして佐竹勢に囲まれてしまった義親はあっさりと捕まってしまったのです。秋為はどうなってしまうのでしょうか。主からの謝罪を受け入れ帰参した。実は秋為のこの行動はすべて計算づくのものでした。彼はいつの間にか密かに九州佐竹義重に通じていたのです。子供を殺されたのにどうしてというところですが、一説にはすべては車綱忠の残言だと知った義重が後悔し、秋為に謝罪の手紙を送っており、秋為はそれを受け入れたとのこと。そして彼は小峰義親の作戦をこっそりと義重に知らせていたということでした。というわけで秋為は佐竹氏に帰参を果たしたのです。義重の後を継いだ義信からの信頼は厚く、秋為は再び重用されるようになり返り咲きを果たしました。義信が文禄の駅に出陣した際は留守を任されています。そして人見藤道、おぬき頼久らと三奉行と呼ばれるようになり、佐竹氏の家老として重きを成していったのでした。主の出は久保田藩、天保に従う。しかし関ヶ原の戦いの後、佐竹氏はトラブルに巻き込まれます。義信が関ヶ原の戦いでの態度が積極的に東軍に味方したものとはみなされず、結局日立から遠く出羽久保田へと原転封されることになってしまったのです。この時義信は秋為に対して、家臣たちに今まで通りの淵を与えることはできないし、50石や100石取りの者たちは連れていけないと書状を送り相談しています。秋為はもちろん出羽に同行し、苦労することになった主を支える道を選びました。慶長8年1603年には隠居し、静かな老後を送るかに思われましたが、佐竹氏の出羽久保田藩は河合事件に見舞われます。これは浪人上がりの渋江正光らを義信が重用したことによって
譜代の家臣の間に不満が広がり、河合忠藤という家臣が渋江らの暗殺を企てたというもの。結局これは実行される前に慶喜の知るところとなり、河合は誅殺されました。実はここで秋為にも河合に加担したのではという疑いがかかっています。やはり彼も渋江とはいさかいが多かったためです。結局処罰されませんでしたが、彼は河合の企てを知っていて見て見ぬふりをしたのではないかとも推測されています。その後ようやく穏やかな隠居生活に入った秋為は、元和4年1618年87歳という長寿を全うしたのでした。まとめ、石井氏から和田氏に養子入りし、佐竹義明に仕えた。外交面で特に存在感を発揮し、義明没後は義重に仕えた。足無氏からの使者を独断で拒否したことから内通していると断言された。息子や一族を殺され、佐竹氏から出奔した。最初は足無氏を頼り、その後白川雄貴氏に身を寄せた。小峰義親に従い、九州佐竹義重との戦いに臨んだ。実は佐竹氏に通じており、戦の後に帰参した。佐竹氏が出羽久保田へ原点奉されると従った。子供たちを殺されても帰参するという道を選んだ秋為。彼の決断は理解できない面もあるかと思います。それ以上に佐竹氏という主への忠義が勝ったのでしょう。いろいろありましたが、天寿を全うした秋為の心情は満足したものだったのかもしれません。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。